ベガルタ仙台対ザスパ群馬の試合へ応援に行ったぜい。髪の毛がヤマンバキュー爆発回復不可避状態だったので、スタジアム近くのセカストで帽子会塞ぐなり、唇は乾燥ビガビガキー欲しい大根状態だったのでリップも買いました。トマトのヘタバリの添え具合が失敗しまくった買い物、あーん女って大変という誰得でもない情報を一方的に提供しましたが、本題へ。我らの大好きな赤房食品、母ちゃん無用図即買い、お部屋にもお酒にもお供にしちゃってる。ディズニーランドかスティンどっち行くか迷うレベルで、レモンサワーかハイボール迷う。選ばれたのはレモンサワーでした。天気良くて最高だったね。伊達政宗のおにぎりも食べたけど美味しすぎる。ふわふわで美味しかった。あとママと目をでかくして驚いたんだけど、このもちもちカレーボールが美味しすぎて 5000% リピ方です。弟松爆食い妖怪、もうメガレモンサワー飲んで裏かすみたいに来ちゃった。
Oh!
誕生日にもらった靴履いとる。レガッタ。ほら。私の好きな色。そうよ。ご近所の黒猫色。だけどこのゴールの靴なの。ラッキーカラーの花束色。